うわ、きった。うちは川の近く揺れてはいるし、でも入れないから、ね、うわ揺れてるし、もういい加減嫌になるね。今日全職員が揺れてる、揺れてる、すごい揺れてる、揺れてる、うわすげえ、うわテレビがガクガク言ってる、かなり揺れてるよ。ほらすごい来た、ほらずっと線が入ってきちゃったじゃん。うわこっちもすげえ、うん、線が入ってきた、やだやだやだ、来たよ、でも見てるか、あれ斜面して、あ揺れてる揺れてる、いつものホームページにすればいいの、それはまた担当外もう果ての超えてるじゃん、あー超えた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 、すごい、うわきっと、おおでっかいの来た、どこまで上がるかね、すごいな、うん、一直線だもんね、奇妙だよね、うわあんなほら、どこまで上がるか、ね、これが、うん、あすごいね、それ逃げてんじゃん、車だし、お前いくら悪いんだよってあそこで見てる人もいるじゃん、ね、この道で止まってる、ね、あ本当だ、車止まってるやん、逃げなきゃん、あんなほら強いやん、でも来ないね、砕けたもん、うわすげー、一直線気持ち悪いほどだね、なんであんなとこにいるのよ、一直線あっちまで向こうまで、すごい、あっちが高いんじゃない、あっちも高い、うん、ここは浅かったけど比較的、うん、高い、あっちの島があるから、あれが岬があるから入っちゃうの、入っちゃうね、めちゃめちゃあんな一直線で、ほらここは来なかったね、あんまりね、あんな強い、ほらほらほら、あんな強いよ、何だよ、ここはほらな、あのこっち目で来るような、道路に上がる、上がるんじゃない、道路に、怖いね、うわタイトルやばくね、うん、やばいと思う、すごいいるじゃん、あそこに人が、あの人早く逃げればいいのに、やっと動き出したじゃん、バカだ、あれ来るよ、道路、これあんなまで来たらね、うん、車もある、動かないよ、砕けたの、迷惑なんだよね、よかったね、砕けた、あのそこら青い道なんか流されちゃうよね、もう一回起きました、あんな感じで来るんだね、見た、一直線、え一番最初のどっちがそうだったのか、一番最初の方が大きかったよ、あそこの道路まで来ちゃったんで、うわ超すげー、あいつ言ってんじゃねえか、この島に行ってんじゃねえか、ほら2メートルだ、2メートル、さっきさ泥のさ波がブワーって、もほらほら見て、うん、最後もう上がっちゃってる、そこまで、えこの地引きの横、横丁上がってるよ、あ本当だね、分かった、上がってるよ、うん、後でヤックンとかに見せてあげよう、うん、これも多分あれに載せる、超やべえ、うん、こんなの見たことね、高いってすごい、戻ってきほらほら見て、今水しぶきが上がった、白い車の後ろで、あんな揺れたのに死んでいくつって寝ないんで、さっき出たよ、死んだ3、4、ドカーってあっちから来たよ、うん、埼玉、熊谷の死んでた、変わった、うん、奄美諸島、トカラ列島、津波警報が出ている地域をお伝えしています、大東島地方、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大分県瀬戸内海沿岸、宮古島、八重山地方、以上が津波警報が出ている地域です、また津波の高さですけど、福島県総合区では午後3時50分、730センチ以上、岩手県の鹿児島では午後3時50分、ジャジャマネギだ、あっちのは幸せなんだよ、うわ
道に水が来た。本当だ、来ちゃった。また来たの？道に来ちゃった。もう来ちゃったの？すごい。あそこ今あそこ、あそこ役場の人見た方がいいよ。あちらから見る。すごい。しぶき。また津波が来てる。道路。ああ、来てる。来てる。軽トラの人がいる。軽トラ、あれ、軽トラ慌ててる。軽トラ慌ててるよ。本当だね、グッズだ。おじさん、津波が来るって言っちゃダメ。軽トラ慌ててる。ほら、来てる。ああ、来た。テトラ埋まっちゃった。え、どこの？いや、そこのテトラ全部水没しちゃった。え、軽トラいたの？じゃあテトラ、あ、テトラ、テトラポット、あそこにあったの、そこね、あ、埋まっちゃった。軽トラの人合わせてきたけど、逃げた。誰だけ埋まってきてるから、逃げてきてますね。そうなんだ。どこに越したかな、超えちゃうかな。また超えちゃう。またほら、そこまで来た。そこまで来ちゃった。しぶき立てて。来た。あ、本当だ、すごい。すごい勢いで入ってくるわ。来てる。逃げられないわ。ハチの人とかの映像見てるよね。どうして逃げ遅れたのなんて言ってる場合じゃないですよね。だからさ、次のが来たらすごいですよ。また来たらすごい来てんだけど、あんな勢いで流れてる。白桃商事のトラックが。抜け出した、ホリーさん。トラックが逃げ来ました。U ターンして。ご宿泊のお客様ご記入くださいましたよね。大丈夫です。していただいてます。連泊のお客様とお一緒ですね。気持ち悪いです。見えてくるかわかんないんだから。でもテトラが見えてきた。また見えてきたけど、また引いてる。だから熱海なんてさ、どんどん来るよ。あ、車が。ちょっと待って、入ってくるんだもん。どうしよう、あの車。よかった、曲がっちゃって。